皆さんこんにちは、ジゴンです。ということで今回もウィニングレブン2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回は10月7日木曜日アイコニック予想をやっていきたいと思います。ウィニングレブン2021の動画、そしてアイコニック予想自体久々なんですけど、結構撮ってませんね。1ヶ月ぐらい撮ってないかも。はい、ということで久々にやっていきたいと思います。なぜやるかというと、まあ、毎週、まあ、1件とか2件ぐらいコメント、まあ、アイコニック予想をしてほしいというコメントが来るんで、まあ、需要がどれぐらいあるのか、まあ、定かではございませんが、まあ、一応ね今回やっていこうかなということでやっていきます。まあ、そもそもアイコニック予想の需要がどれぐらいあるのか、まあ、今回ね測る意味でもやっていくんですけど、ぜひね、続けてほしいとかいう声があれば、まあ、続けようかなというところでしょうか。まあその辺は、まあコメントだったりとか、高評価をしてくれたりとか、チャンネル登録など、ぜひお待ちしております。はい、ということで、まあ10月に入りまして、10月7日になるんですけど、まあ正直来るかどうか怪しいんですけど、まあ来るという前提でね、撮ってはいこうと思います。まあそして、完全にアイコニックガチャが来なくなったら、まあ需要があってもね、予想するまでもなくということなんで、まあそれまでは需要次第というところです。はい、まずはですね、9月30日、まあ、eFootball2022が開幕した日なんですけど、結構気を取られていて自分知らなかったんですけど、コール・ヨークとフォルラン来てたんですね。完全復刻ですかね。まあ、なかなかいいガチャ内容ですね。はい、ユナイテッド補正の方はぜひ取ってみてもいいかなという感じはしています。まあ、来作やはりラインブレーカー結構強そうなんで、まあ、ここを取ってみるのもありだと思います。はい、そして、直近のアイコニックガチャ見ていきたいんですけど、まあ、8月以降で言うと、まあ一回レアル、まあ新規が入ってきたんですけど、それ以降が全て復刻になっていて、まあほとんど、まあパートナークラブ5つ、アーセナル、ユナイテッド、バルサ、バイエルン、ユベントス、この中から来ていて、まあミランだけね、2回来てるんですけど、まあやはり人気が高いところが出てるんじゃないかなということで、まあミランとパートナークラブが並んでるという感じです。はい、8月12日以降で言うと、ミラン、イタリア、スペイン、ドイツ、イタリア、まあ2つ来たところもあるんですけど、ドイツ、イタリア、イングランド、イングランド、スペイン、イングランドということで、まあ被ってなさそうですし、このミラン、バルサ、バイエルンなど、まあ、最近復刻が来ているクラブの中からまた来るんじゃないかなっていう感じでしょうかね。はい、その辺含めてまだ復刻が来ていない選手がいるようで、まあ、バルサだとシャビと、あとマラドーナも多分来てませんよね。あとユナイテッドでいうと香川選手、スコールズかな。アーセナルだとプティ、ロシツキ、アルシャビン、まあロナウジーニョのミランなんかもありますけど、まあユベントスとバイエルンはいませんということで、まあこのような感じになっています。はい、先週がまあユナイテッドの、まあイングランドということで、まあイングランドのアーセナル、ユナイテッド以外ということで考えられるかなということと、まあ復刻が来ていないユナイテッド、アーセナル結構人数多いんですけど、まあここは来ないんじゃないかなということ。まあそうなると復刻で考えられるのが、まあバルセロナ、スペインの、まあシャビ、マラドーナ、まあこの辺か、まあミランのロナウジーニョ出すかぐらいですよね。まあユベントス、バイエルンも可能性あるんですけど、まあアイコニック、もともとね、あのクラブたち人数が少ないんで、もう復刻の復刻の復刻みたいな、もう3回4回復刻来てますみたいな感じになるんで、まあやはりアイコニックの人数が多いミラン、アーセナル、ユナイテッド、バイル、セロナ、まあ、この辺りがやはり復刻としてまあ何回も来るんじゃないかなっていう感じですね。まあその点見れば、まあ、レアルとかアトレチコとか、まあ、シティ・トッテナムとか、まあ、この辺もあるんですけど、まあ、多分収益にねなかなかつながらないと思うんで出してこないのかなというところですかね。はい、ということで、まあ、今回、まあ、やはりイングランド、まあ、2連続になるのでユナイテッド、アーセナルを省いて、まあ、ユベントス、バイエルンなどは、まあ、アイコニックの人数も総数少ないですし、まあ、ミラン、ロナウジーニョ出てないですけど、まあ、ここよりは、やはりスペイン、バルセロナ、また来る可能性が高まるんじゃないかなというところでしょうか。はい。なので、まあ、本命としては、バルセロナ。まあ、対抗としては、ミランですかね。まあ、そして可能性があるのが、ユベントス、まあ、バイエルンといったところですかね。はい。ということで、まあ、10月になるんで、まあ、偶数月にバイエルン来てる説あるんで、そこもまた可能性は残してるのかもしれませんが、一押しとしてはやはりバルセロナ、まあ23日に来たんですけどね、こうなるんじゃないかなというところでしょうか。はい、ということで、かなり久々にアイコニック予想を取ってみましたが、いかがだったでしょうか。当たるか当たらないかわからないアイコニック予想ではありますが、まあ今後とも見たいという方はね、ぜひ高評価、チャンネル登録やコメントなんかで教えていただけると嬉しいですね。こちらのチャンネルでは最近やはり eFootball2022 情報をね、
かなり発信しておりますが、なかなか再生されません。まあ、来作の先週データ比較とかまとめとか変更点まとめたりしておりますので、よければ概要欄にリンク貼ってるので、再生リストから再生していただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録まだの方は、よければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。